チターのレイチターは主にドイツ南部、オーストリア、スイスなどでよく使用される弦楽器。チターとも日本のことに似た形状をしているが長さは短い。約30本の伴奏用弦とも6本の旋律用のフレット付き弦が貼られている。これを親指につけたプレクトラムと呼ばれる爪を使って弾く。ソードマンデルと呼称される楽器と極めて近い構造を 持っており、一般的には、明確に分類されていない。ヨハン・シュトラウス2世のワルツ、ウィーンの森の物語の冒頭と末尾で演奏される、ソロが有名であり、映画、第三の男のテーマソングをアントーン・カラスが弾いた楽器としても知られている。中東からヨーロッパにかけ、類似した楽器がある。特に、アラビアやトルコのカーヌーンは有名。 チターという名はギリシャ語のキターラに由来する。起源には諸説あり、チターの原型はスイスのバレー州出身のトーマス・プラッターという人物が16世紀に作り始めたのが最初と言われている。現存する最古のチターは1675年にイタリア・ミナミチロル地方のブレッサノーネで作られたものである。アルプスという閉鎖的な環境の中、チターは 数少ない娯楽として家庭に広く浸透していき、19世紀にその最盛期を迎えた。しかしその演奏の難しさから近年は、ツーター離れが進んでいる。他に、修道院などでミサ以外のオルガンを用いない、小規模の礼拝行事の伴奏楽器としても用いられてきた。こちらは、チロル地方に限らず、ヨーロッパの広範囲の地域において見られるものである。 ありがとうございます。